はいどうも、東画です、えー。広場とダブル第3弾が稼働したということで、早速やってきましたよと。はい、今回はその排出結果の報告ですね。はい、ちょっと多すぎた、はい。まずはこちらですね。はいえー、っと今回のクーポンですね、はい。なんとこれ、イラストじゃなくて、アニメの絵 やつをそのまま使ってるんですね。はい。で、しかも、えっ、ー、と、もう、今日日付変わって23日からのガチャ券カードにもこういう感じのカードが出るみたいですね。うん。ちょっとね、なんか、まあ、どうかなって感じもしますけどね。使い回しのイラストとかあるし、うーん、どうかな。まあ、いいや。<laughs> デクトオールマイト。 自チームのノーマルカード1枚つき自チームのアタックが10%アップするって結構、何芸に結構強いんじゃないですかね。ノーマルカード3枚だと、えー、っと、単純に30%アップか結構バカにならないですね。はい。で、次からは、えー、排出の結果ですね。はい。今回は、えー、っと、ガチャは10回だけしか回さ,回さなかったですね。あとはひたすら、えー 1>, と1人用バトルやってました。はい。で、まずはノーマルカーとか、ノーマジャンやサポートカーとから、届く所得のハンドクラッシャーですね。これ、何気に地味に嫌なんですね。サンダロンランド面発と、両チームランダムで1人ずつ、個性技が使えなくなると、まあ、完全に個人的な話なんですが、自分、個性技の動画を撮ってるんで、3ランド面なんでね、それはね、結構相手に使われて嫌ですね。はい。で、 サポーですねこれいい加減新キャラで新キャラのバトルが出ないかなどうなんだろうもう今回のタイミングで出るしかないと思ってたんですけど出ませんでしたねはい恐怖になる天ですねはい次は、えー、初めめちゃん開発オタクこれも結構強いですねあとカードが可愛い単純にはいジチームのアタックが毎回マイラウンド8%アップスピードが5%ダウンすか まあ、コンピューター対戦だと、スピードダウンはそんなデメリットじゃないんで、まあ、ジム結構たまに負けたりしますけどね、スピードバトルで。最終的にこれだから、24%アップかあ、マイランド8%アップん。どうなんだろうプラスになるんだっけ、そのまま。ちょっとわかんねえや。はい。まあまあ結構強いっすね。次は、モノマト剣道。ストッパー。これもイラストいいっすね。はい。無限回収したい。 2ラウンド目に発動。相手チームで一番アタックが高いキャラのアタック55%ダウンか。はい。まあ、ビラン戦とかで結構使えるかもしれないですね。次は、パワーローダー。足場崩し。スピードダウンってあんま <laughs>、うん、って感じなんですよね。個人的に。まあ、コンピューター再生だと特に、うんって感じです <laughs>。次は、マニュアルさんですね。オーランダー。 マイランド自チームのアタック、ディフェンス、スピードが3%ずつアップする。これこれも地味に強そうですね。はい。で、ツガンヘッド、えーと、牽制、スピードバーで高校になった時相手チームからランドで1人のアタックを8%ダウンさせるか。高校になった時さっきなんかこういう、前段でもオールマイトみたいな、必ず高校になるとか、高校になった時に、 使ええるカードがちょっと増えましたねはいそしてこれがサイロイラストサイロカードですねデクトカちチャン確かガチャゲンだっけこれただこっか結構前のガチャ券だが多分クーポンじゃなかったらガチャゲンカードだと思うんですそうですね通常排出のカードじゃなくてガチャゲンカードとかだと結構 ガチャ券カードとかクーポンだと新規で入ってきた人はなかなか入手しづらいと思うんで結構いいと思いますねこういう再録は何気の俺もこれ確か持ってなかったと思いますんでオーロマイトへの憧れ自チームのオーロマイトがいる場合自チームのオールマイトのアタックとスピードが10%アップはいまあ結構自分アメリアのオーロマイト使う機会があるんでまあまあ悪くないですねまあサポートカードは今回ですねまあ 1>, 1人用バトルばっかずっとやってたんで、なんか,なかあんま、今回サ、サポートカードあんま、揃わなかったですね。はい続きまして、バトルカードですね。はい。デクとカッチャンですね。はい、えー。ダブル技ですね。はい。こんな感じか。で、続きでは、はい、お茶子ですね。これは無限回収したいですね。かわいいですね。はい。 このセリフもな、このね、デクの解説もなかなか相まって面白いですね。うん、で、次は、雷君と、はい、二郎ロ花教科んこの今この二郎ロ花教科んのイラストが最高すぎてね。この顔、<laughs> これ好きですね。はい。で、常闇君ですね。ダークロー。 翔士君、天太君がで、えー、セロハンタ君、テープラッシュ。で、青山君、ネビル・レーサーですね。で、えー、ニット・ナイト・ナイト・メア・フレグランス。はい。これもかわいですね。はい。で、最後のノーマルのバトルカードはエンディバーですね。ヘル・インフェルノ。あー、アメリア欲しかった。<laughs> はい。 で次からはレアになりますね。まずは、えっ、ー、と、霧島くんと鉄鉄くんの、えレ、ー、アのバトルカードですね。今回、これ、誕生日の近いキャラは、セリフが入る。確か、今回の対象が霧島君と鉄く君と、あと、徳山くんか、だったんですけど、今回、ガチャ、ガチャゲームですよね。ガチャだけですよね、確か。今回、ちょっと、ガチャ10回しか回ってなかったんで、まあ、この2人のセリフは、 その誕生日ゼリフのカードはちょっとゲットできなかったんですけど、うん、これがつゆちゃんとかお茶子だったら結構頑張るかな俺もはいというかレッパーですね次ははい茨ちゃんですねはい次はグラントゥでしたねオールマイトは今回取れなかったですねダブルアーズこっちにもうガタガタって書いてありますけどオールマイトいるんですけどね 今回、一人バトル、あ、ま、ここにあるか。この前とかちょっと今回取れなかったです。で、次は問題の、問題というか、なんというか、デクくんですね。はい。再録というか、なんだろう。これ、イラストそのまま使ってんのかなまあ、ポーズとか完全同じなんですけど、結構前の UR のデクくんのイラストですよね。あと、今回取れなかったんですけど、飯田くんの UR のイラストもありましたけど、うん、どうなんでしょうね。まあ、ネットでは、 プルスウトラカード予報で,再で出たんだみたいな感じで言ってましたけど、うん。サイロカードだし、新キャラは出ないし、個人的にはちょっとうーんって感じなんですよね。続いては、ジ、え、ロー京花ちゃんです。うん、かわいい, <laughs>、はい。こちらも無限回収したいですね。で、最後は、アシトミナちゃんです。はいこちらもかわいいです。はい えー、レアはのバトルカードは以上ですね。次は、えー、スーパーアレアです。はい。まずは、真相く君ですね。マインドジャック。正直、これで今のタイミングでなぜ真相く君を数レア化するのかがいまいちよく分かってないんですよね。真相仁君ファンの方には申し訳ないんですけど。いまいちなんか、うん、このタイミング、児童強化ちゃんとか、最近するらなってないよとか思うんですけどね。はい。 続きましては、あモノマネイと君ですね。こちらも謎のスーレアカット、個人的には思ってます。うん、本んなんでだろう。いっぱいいると思うんだけどな、スレアカしなきゃいけない人。続きましては、初音メイちゃんですね。はい、これは OK ですよ。<laughs> これは個人的にはラいですよ。可愛いですから。はい。初音メイちゃん、何気にスレア率が高いんですよね。確か。3枚目ぐらいがこれ。はい。 原作そんな活躍してないと思うんですけど今のところまあ自分コミックス派なんで今んともいないですけどはい。そして今回の目玉と言えるえダブルカードがダブル技のカードがプレゼントマイクとイレザーヘッドですねはいこれはあこっちだ。はい失礼しましたこうですねカッチュですね残念ながら今回この2人のダブル技見てないんですよね実は言うと マイクは結構早い段階でスカートできたんですけど相沢先生の方がちょっと今日はこれで終わりって感じの時に出たんでまだダブルア技見てないんですよねはい早く見て早く動画撮ってあげたいところですねはいで次からはアナザーカードですね前回ダブル2台の時に最後の時に、ね、追い込みでダ、えー アナザーカードとプルスルーカードを回収してない回収してあれ結構疲れたんでね今回はもう早めに段階で結構取ってきました、はい、その反省を踏まえてねまずはい、デックンですね、はい、で、えー、かっちゃんでお茶子かわいいっす、はい、<laughs> この顔最高だなこれこの下の顔も好きなんですよね俺何に はい、で、庄くんで、えー、ミトナイスね。か、は、わい可愛いです。で、てえー、霧島君。哲哲くんイバラちゃん。エバラちゃんもこの下の顔結構好きですね。はい。で、京香ちゃん。で、足止めなちゃんですね。はい、最高です。で、デクくん。で、スーレアも。 えー、スカウトしてきました。えー、真相仁君。何かっこいいな、モノマ君。はい、モノマネートくん。で、はい、はじめちゃん、アップにするとかわいい,、はい。というわけで、アナザーはここまでですね。続きましては、えー、プルスルートラカードですが、はい。はい、当然、スカウトしました。 真っ先にスカウトしましたねはいかわいくっすはいパタパタはい素晴らしいで京花ちゃんうんう当然のようにスカウトしましたはい <laughs> はいこれ今置いとくかか愛いいからな <laughs> ちょうどちょうど映んないし <laughs> でえー、っと床柳くんですねはいで庄司くん でミッドナイトこれも素晴らしいですねで霧島くんでいばらちゃんはいで京香ちゃんですねはいでくくんでモノマ君かっこいいな本当 <laughs> な何だろうで初めめちゃんですねはいよかったよかったはい、まあ、こんな感じで ころは大概スカートできましたねあと,はあとは、ハガケトーラちゃんと、アシトミナちゃんぐらいか、スカートできてないの。ですね。はい。で、肝心の UR なんですが、なんとか、なんとか、1枚ゲットできました、ね。話題の <laughs> ゾンビカッちゃんをね。 クーポンのバトルカードの初んでしかも UR という初音での試みですねはい能力も面白いですよねヒットポイントとアタックが異様に高くてディフェンスとスピードが異様に低いというなかなか面白いカードですねはいなんとかこれ1枚だけでしたねけど UR はうーん他もね結構何回かトライしたんですけど、まあ、スカウトできませんでした 驚きくなんか一度金色のオーブで、えー、オールマイト飛んだんですけどスカート失敗しましたね、えー、まああれ見てあ今日はダメだと思いましたけど、はい、どうもんまあどうなんでしょうネットの話だとどうも今回が最近どうもスカートの仕様が変わったんじゃねえかっつう話があるらしいんですけどねまあ自分もまだ検証してないんでねそれを知ったのがこれゲーセンが帰ってきた後なんで ちょっとまだわかんないんですけど、うん、間違いそれをちょっと検証してみたいと思いますね。はい。本当なのかなはい。で、そして最後は、最後は、はい、友なくん、なんとか出ました。よかった。本んと。よかった、よかった。はい。よかったですよ。早、はい段階でやっぱ AR 出ると、本当嬉しいですね。はい、よかったです。 け今回の排出結果は以上ですね。まあできれば UR もう1枚ぐらいスカートしたかったんですけど、多分んデック君が多分除籍処分食らうと思うってね、あの感じだと、はい。なんとかスカートしたかったんですけど、まあ、うん。今回はこんな感じで、まあ、かわいところのプルスルータカード全部あらかたゲットできたし、はい。バトルカードも実はの、えっと、のダブルが1枚もないんですよね。はい。 なんでまあまあ良かったと思います。で、次はね、もう引き付け変わって23時からですか。ハロウィンコスの二郎強化ちゃんとつゆちゃんのガチャ券カードが出るということで、もう早速、まあ、月が変わってからだと思うんす、えー。ガチャを分回してくるかなと思ってますね。もう、プレイちょっと抑えようとか言ってたくせに、もう早速ですよ。はい。というわけで、今回は以上でございますと。はい、ご視聴ありがとうございました。では。